やっぱり削除されたか。はい、速稼塾の久保です。まあ今でもねタブーですね、やっぱりこれは、危なっかしい動画を上げたような気がします。こうやって警告くらいは、今日上げた、タイトルとしてはですね、ノクさんに対する返信なんですけども、新型武漢肺炎はフェイクだった、 BTC そして ADA っていうね動画なんですけども、これ結構ね、怖い動画だったかもしれないですね。このようになっております。削除されましたね。最新さはもういいでしょう。これはこういうことなんでしょうね、きっとね。この措置がチャンネルの間で影響、今回は初回であるため警告のみですが、再度このようなことが起こった場合、チャンネルは違反警告を受けることになり、アップロード、投稿、ライブ配信などの操作が1週間できる。やっぱね、いろいろとありますね。確かに危ない内容だったかな、人を怖がらせる内容だったとところなんでしょうね、やっぱりね。これは YouTube の判断なんで従おうと思います。再アップロードも審査の再請求もいたしません。じゃあ本日は以上です。